契約とは何だろう。社会人になって初めてのボーナスをもらったばかりだし、何か買っちゃおうかな。あ、このバッグかわいい。お客様、こちらは有名ブランドビエルの人気商品です。バーゲンセール中で1万円ですが、いかがでしょうか。そうなんですか。じゃあこれください。はい、ちょうどいただきます。ただいまお品物を準備いたします。ありがとうございました。僕、ホーリス君、よろしくね。佐々木さん、気に入ったバッグが買えてよかったね。みんなも普段の生活の中で買い物をすることがあるよね。お店で何かを買うという行為は、法律上お店との間で売買契約を結んだことになるんだ。契約は基本的に個人個人が結ぶものだけど、このような個人の間の関係を定める法律のことを司法という。その代表が民法だよ。これから司法や契約の基本的な考え方を紹介していくね。契約っていう言葉をみんなは聞いたことあるかな。身近な例だと、コンビニエンスストアでジュースやお菓子を買うことはお店との間で売買契約を結ぶこと。スキーやスノーボードをするときにスキーウェアやスノーボードなどをレンタルすることはお店との間で賃貸借契約を結ぶことになるんだ。こんな風にみんなも普段意識していなくてもたくさんの契約に囲まれて生活している。だから契約は日常の生活からは切り離せない大事なものなんだよ。ところで契約はいつ成立するんだろう。先ほどの佐々木さんの事例を振り返って、いつの時点で契約が成立したと言えるのか考えてみよう。1、店員さんが佐々木さんに対して1万円ですがいかがでしょうかと言い、佐々木さんがじゃあこれくださいと言ったとき。2、佐々木さんが店員さんに代金を支払ったとき。3、店員さんが佐々木さんに商品を手渡したとき。身近な買い物の場面を想像しながら、1から3のいつの時点で契約が成立したと言えるか考えてみてね。みんな何番だと思ったかな。答えは1の店員さんが佐々木さんに対して1万円ですがいかがでしょうかと言い、佐々木さんがじゃあこれくださいと言った時だよ。なぜかというと、契約は自分と相手がお互いに合意をした時に成立したと言えるからなんだ。先ほどの例だと、売り手の売りますという意思表示、買い手の買いますという意思表示、この2つが一致し合意ができて初めて成立したと言える。お互いに自分は何をしなければならないのか、相手には何をしてもらえるのかということの合意ができた時とも言えるね。契約っていう言葉を聞くと、契約書をイメージする人もいるかもしれない。確かにマイホームや車などなかなか買えない高価なものを買うときは、
契約書を作成するのが一般的だし、契約書は契約の内容が詳しく書かれているとっても重要な書類だよ。でも契約書は契約の成立に絶対に必要なものではないんだ。契約はお互いが合意した時に成立するから、たとえ口約束でも契約が成立するということを知っておいてね。そして契約をしようとするときには、そもそも契約をするかどうか、誰と契約をするか、どのような内容の契約にするかなどを契約をする人たちが自由に決めることができる。これは契約自由の原則といって、司法の大原則なんだよ。一旦成立した契約はお互いに守らなければならない。それは契約によって権利と義務が発生するからなんだ。先ほどの佐々木さんの買い物を振り返ってみよう。店員さんと佐々木さんはバッグを売ります。バッグを買いますとお互いに合意したから契約が成立したんだったよね。契約が成立したことで、佐々木さんには店員さんからバッグを渡してもらえる権利が発生すると、同時に店員さんに対して代金を支払う義務が発生したと言える。同じ契約を店員さんの方から考えてみると、店員さんには佐々木さんから代金を支払ってもらえる権利が発生すると同時に、佐々木さんに対してバッグを渡す義務が発生したということになるね。もしも契約は成立したのにその内容が守られなかったら、どんな社会になっちゃうと思う？想像してみて。自分の好きなアーティストのコンサートチケットを頑張ってお小遣いを貯めて買ったのに、お店の人がチケットを渡してくれなかったらとても困るよね。契約が成立するとお互いに権利と義務が発生し、その義務を法的に守らなければならなくなる。これを契約の拘束力というんだ。実際の社会では契約を守らず契約の相手に損害を与えてしまったら、その損害を賠償するといった責任が発生することもある。だからその契約が本当に守れるものかどうか、契約の内容が自分の考えているものと違っていないかどうかなど、よく確認してから契約をすることが大事だね。ここまでは一旦契約が成立するとお互いに権利と義務が発生し、これを守らなければならないということを見てきたね。でもどのようなことがあっても一度結んだ契約は解消できないのかな。これから先ほどの続きとして3つの事例を紹介するから、それぞれの事例について契約を解消することができるのかどうか理由と一緒に考えてみよう。あれ、さっきのバッグ、こっちの店でもバーゲンセールで売られてる。さっきの店の半額なんだ。すみません、先ほどこちらで購入したこのバッグなんですけど、すぐ近くのお店でもっと安く売っていたんです。返品するので代金を返してもらえませんか？
ティーバッグ買っちゃったんだ。なんだ、お母さんもあなたにあげようと思って同じバッグ買ってきちゃったわよ。そうなんだ。さすがに同じバッグ2つはいらないな。すみません、今日そちらのお店でバッグを購入した佐々木と言います。実は全く同じバッグを家族が買ってしまいまして、返品したいのですが代金を返してもらえませんか？ただいま。ねえ見てよ、前から欲しかったピエールのブランドバッグを買ってきたの。あら、よかったわね。でもこれロゴが違うわよ、偽物なんじゃないの？どこどこ？本当だ、これ偽物だ。店員がビエルだって言ったから買ったのに、ひどい。今日そちらの店でバッグを購入した佐々木と言います。店員さんがこれはビエルだって言ったから買ったのに、これは偽物ですよね。支払ったお金絶対返してくださいね。紹介したそれぞれの事例について、契約を解消することができるのかどうか理由と一緒に考えてみよう。それぞれの事例について契約が解消できるかできないのか説明するね。まず事例1と事例2を見てみよう。事例1は、同じものがもっと安く売られていたので契約を解消したいというケースで、事例2は、家に同じものがあったので契約を解消したいというケースだったね。どちらの理由も佐々木さん側の都合であって、店員さんにとっては何の関係もないことと言える。このような場合には原則通り一旦成立した契約は守られなければならず、契約は解消できないと考えられるよ。でも実際の僕たちの周りでは、このようなケースであってもお店側のサービスで返品に応じてくれるケースが多いかもしれない。ただそれはあくまでもお店側のサービスであって、いつも応じてもらえるわけではないということは覚えておこうね。次に事例3を見てみよう。この事例でも先ほどの2つの事例と同じように、店員さんと佐々木さんとの間で、このバッグを売ります、このバッグを買いますという合意があったことには変わりない。でもこの事例が他とは違うのは、嘘のブランド名を言って店員さんが佐々木さんを騙していることだ。佐々木さんは嘘をつかれたことで偽物を本物だと思い込み、このバッグを買おうと決めたんだ。このような場合、バッグを買いますという意思は佐々木さんの自由な意思とは言えず、佐々木さんと店員さんとの合意は本当の合意とは言えない。民法では詐欺による契約、つまり嘘をつかれて騙されて結んだ契約は取り消すことができるとしている。だからこのような場合には契約を解消することができるんだ。最後にもう一つ事例を紹介するよ。この事例でも契約を解消できるのかどうか、契約自由の原則の内容を思い出しながら考えてみてね。この度はご当選おめでとうございます。鈴木様が定期購読されているファッション雑誌の読者プレゼントに見事当選されました。そうですか、ありがとうございます。景品のポーチをお渡しいたしますので、当事務所まで受け取りに来ていただけますか？
はい、ではこれから伺いますね。おめでとうございます。こちらが景品のポーチです。ところで、せっかく事務所までお越しいただいたので、当社で取り扱いをしている商品についてもご説明差し上げたいのですが、少しお時間よろしいでしょうか？本当はポーチをもらってさっさと帰る予定だったけど、ただでもらって帰ったら申し訳ないかな。ええ、少しの時間でしたら大丈夫ですよ。ありがとうございます。早速見本の商品をお持ちしますね。お待たせいたしました。鈴木様にお似合いだと思うお財布を何点かお持ちしました。この中ではどれがお気に召しましたか？そうですね、これなんて色も形も素敵だと思います。こちらを気に入ってくださるなんて、さすが鈴木様、とてもお目が高いですね。こちらは10万円以上するブランド商品なんですが、本日はせっかくお越しいただいた鈴木様のため、特別に6万円にお値引きさせていただきます。いやー、数あるお財布の中から一番品質の良いこちらに目が止まるなんて、ほんとお目が高い。いえ、赤なんて鈴木様にはもう確かに品は良さそうだけど、6万円は私には高すぎるし。その、いろいろとおだてられて断るタイミングが難しいな。もうぴったりです。はあ、なんでこんなに高価な財布を買ってしまったんだろう。おだてられて断りきれなかった。鈴木さん、店員さんの勢いに押されて断りきれずに契約したみたいだね。今回のケースでは本物のブランド品で10万円以上の価値がある財布を6万円で購入した。店員さんと鈴木さんの間で財布を売ります、財布を買いますという合意があったという事情がある。このような場合、後から契約を解消することができるかどうか考えてみてね。どうだったかな？まず少し振り返ると、契約自由の原則とは、そもそも契約をするかどうか、誰と契約をするか、どのような内容の契約にするかなどを、契約をする人たちが自由に決めることができるということだったよね。でも実際の社会のことを考えてみると、一般の消費者と会社などの事業者とでは情報量や交渉力に大きな差があるよね。だから本当の意味で消費者が事業者と対等に契約内容などの交渉をすることは難しく、消費者が自由な意思で契約を結んだとは言えない場合も多いんだ。そこで消費者を保護するための法律や制度が整備されているんだよ。今回の事例ではどうかな？鈴木さんは騙されて偽物を買ったわけではなく、10万円以上の価値がある財布を6万円で買うという内容で店員さんと合意をしている。だから成立した契約は解消できないようにも思えるね。でも先ほど紹介した消費者保護という視点から考えてみて。みんなはクーリングオフって知っているかな？鈴木さんは財布の購入を勧められるとは知らされないまま、電話で呼び出されて事務所まで来て財布を購入している。これはアポイントメントセールスといって、訪問販売の一種なんだ。このような販売方法の場合、
契約書面などを受け取ってから8日以内であればクーリングオフにより契約を解消することができるんだ。今回の事例もこの制度を使って契約を解消できると言えそうだね。それにもしこのケースがもっと悪質な販売方法だったら別の方法で契約を解消できる可能性もあるんだ。例えば何人にも取り囲まれて終電が近いから帰りたいって言っているのに帰らせてもらえない、それどころかこんなに熱心に進めたんだから誠意を見せてよなんて言われて困ってしまって契約をした場合ならどうかな。このように事業者からの不当な勧誘とも言えるような販売方法で成立した契約はクーリングオフができる期間が過ぎた後であっても消費者契約法という法律によって契約を解消できることもあるよ。他にも未成年者が契約をした場合は未成年者であるということを理由に契約を解消できる場合もある。このような制度があるのは未成年者は大人と比べて取引の知識や経験が不足しているし判断能力も未熟だということで法律で保護されているからなんだ。みんなが大人になるにつれて契約をする場面がどんどん増えていくと思うけれど消費者を保護するいろいろな制度、法律があるっていうことをぜひ知っておいてね。